ウィル編集長の花田和義です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く、新しい番組、右向け右って言うんですけどね、今回のゲストはですね、野谷克実さん、ジャーナリストで今ですね、韓国問題に非常にお詳しくて、産経出版から出た傍観論というのがですね、2014年度の新書部門の、ベストワン、27万部ですかね。すごいですね、今この本が売れないという時代に。この一度お伺いしたいと思ったんですけど、この傍観論の傍っていうのはアホの方なのか、あの呆れたの棒なのか、どっちなんですかこれは。私としては、はい、呆れたの方、呆れた方ですね、まあ、そのつもりだったんですけど、まあどっちでも。ああそうですか、はい。今日はですね、セウォル号の事件を中心にして、まあ、韓国の病理を宿話といいますかね、お話しいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。こちらさん、室谷さんの本いろいろ読ませていただくと、まあその韓国のですね、三大宿話というか、パリパリとパリパリは急げ急げって言うんですね。そうです、はい、早く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 、けんちゃなよ、これは何ですかね。これは、ね、まあ、難しいんですよ翻訳は。お構いなくとかね、まあいいじゃないかとか、まあなんて言うんでしょうね、つまりマニュアル無視の言葉なんですよね。ああそうなんですか。一言でくくると、決まったこと、正しいことを無視すると、ああなるほど。もう一個が戦闘って言うんですけど、はい、先に逃げるという。そうですね、これ戦闘ってのはそのどういう場合に言うんですか。これは実はまあ私の造語でございまして。あ、そうなんですか、はい、はい、いや韓国の法律にもそういう表現があるという話を、まあ、友人から聞いたんですけど、もう発見しませんで、これはまあ何て言うんでしょう、事件があると、はい、一番の責任者が最初に逃げると。でもまさに今度のあのセウォル号事件そのものじゃない。あ、そうなんですか。これはもう昔からの伝統なわけです。あ、そのあたりをちょっと伺いたいんだけど、パリパリっていうのはですね、どういうパリパリと言われて室谷さんがすぐに思い浮かべるのはどういうケースですか。そうですね、私はね、ソウルで取材しておりますとき、はい、ホテルの地下から、その地下駐車場から急いで出ることになったわけです、はい、で運転手にそれこそパリパリと、はい、急げと、はい、はい、っつってね、早く早くと、ふっと見ましたら、はい、その地下駐車場に入ってくる侵入路を、その螺旋階段を猛スピードで上がってるわけです。でも危ないですね、それは。そう、どういう、大丈夫かっつったら、その今はね、あの出口は混んでますと。はい、だから今の入り口から出ちゃう。入ってくる車ないから大丈夫ですと。それは危ないよ。これタクシーに乗りまして。はい、これはまあどっか宴会に行く途中だったんですけど、時間がないんでちょっと急いでと、パリパリっと、はい、はい、分かりましたって言うんで走って、これパッと見たら一方通行を逆に走ってるわけです。そうなんですが、危ないじゃないかって言ったら、いやいやこれも大丈夫だと、来てもなんとかねすれ違えると。そもそもお客さんがパリパリと言ったじゃないかと。あ、だからその2000本ぐらいだったとこ1万本よこせってわけですね。そうなんですか。まあ、だけどね、これ本当思うんですけど、一人の外国人がね、そこで体験したことを思ってその 国だとこう思っちゃ、これまた間違いですけどね。まあまあそういうこともあるかもしれませんね。だけどもまあやっぱり今回の事故についても、韓国人自身がやっぱりそのパリパリ精神、パリパリ文化が影響してるってことは言ってますね。あれ、室谷さんは韓国駐在は何年間、5年おりました、記者として、はい、それじゃあやっぱり相当いろいろね、その現地の人たちのとの交流もあるでしょうし、そういうパリパリお感じになったことたくさんあるでしょうね、それは。うちの娘なんかはやっぱり
もちろん韓国語もできないわけですが、はい、最初に覚えた言葉がそのパリパリ。あ、パリパリ。あ、そうなんですか。まあ、簡単な言葉ですけどね、みんなよくどこ行ってもそれ聞こえてくるぐらいわけですね。あ、そうなんですか。それからケンチャナヨ、はい、これは最近室谷さんの本のおかげでですね、はい、こう大体なんていうか知ってる人が多くなったんですけど、うん、そんなにケンチャナヨっていうのも使われる言葉なんですかね。これはもう本当に、2、3日旅行してたら、はい、覚えてしまう言葉ですね。あ、例えばどんな時に言われるんですか。うん、これね、本当多様なんですよね。例えば店でお金を払います、はい、お釣りをもらうわけですよ、はいはい、くれないわけですよ。あ、くれない、はい、で お釣りはということで言うとけんちゃだよと客店の方が言うわけです。あ、そうなんですか。いいじゃないのっていうわけですよ。あ、ちょうだいと。あ、だからまあ実際には客が払って、ええ、でお釣りを出そうとするのをけんちゃなよと、まあいいよと。まあそうですね、日本人の感覚で言えば、ええ、それならまあ分かりますよね。いや、これは韓国でも普通なんですよ。あ、そうなんですか。とか、うん、時たま店の方がけんちゃなよと始めるわけです。ああ、そうなんだ。お構いなくなんていう感じですよね、うん、普通だとね。ああ、そうなんですか。私の友人の奥さんが銀行に行って、はい、まあ、支払い振り込みしたんですけど、したら1ウォン取れなかったそうです。え、1ウォン、はは、わずかな額ですけど、はい、どこないだろうかと言ったら、銀行員が、女の銀行員がけんちゃだよと言ったと。あ、びっくりしたと。銀行でないね。あ、1円違ったらもうなんかもうなんていうか時間を延ばしてもね、うん、チェックするというような日本の銀行ですけど、けんちゃだよね。あ、これも実に怖いことで、例えば原子力発電所の部品ですね、偽部品が納入されるわけです、はい、うん、あ、ええ、原子力、あ、そうなんですか。あ、これ証明書がついてるわけです、成績性能テストして大丈夫と、はい、これが偽物なわけです。あ、そうなんですか。で大量に入っちゃうわけです。あ、やっぱりその受け取る方は、うんうん、けんちゃだよと。あ、受け取る方が。でもちろん賄賂をもらうわけです。ああ、そうなのか。ああ、なるほど。ああ、いや、なんか今のお話を伺ってたら、その納入しようとして見破られて、ダメだったら向こうがけんちゃなよって言ったら、まあ、そういう言葉でしょうけど、ね、そうじゃないんです。反対ですね。あ、本当僕が、いいよと、これでいいと。いや、これもうね、お互い言い合うわけです。あ、日常的賄賂を渡してるわけです。はい、で、そうですよね、偽物持ってくる、けんちゃなよと、いいだろうと言うわけです。受け取る方はけんちゃなと、いいよと。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集中です。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えるの収録動画や桜井キャスターの講演動画をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターが書き下ろしたメールマガジンや、これまでに週刊誌などに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただきます。会費は月会費が972円、年会費が1万800円に変わります。詳しくは言論テレビのホームページでお確かめください。今年から新しく桜会員を設けました。年会費一口10万円です。桜会員の皆様には正会員のサービスに加えて、桜井キャスターのサイン入り新刊本をお送りしたり、イベントへのご招待など様々な特典をご用意させていただきました。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット放送局を運営しています。多くの方々のご入会をお待ちしています。
文藝春秋のね役目は、うん、朝日新聞と NHK と岩波書店をウォッチすることだと、うん、これが文藝春秋の大きな役目だと。こうやって名編集長花田和義が登場します。タイトルは花田編集長の右向け右、ウィル場外論戦です。5月23日金曜日夜10時からの配信開始です。朝日新聞は赤旗とね、はい、本当昔ね朝日新聞はね、うん、あの日本のプラウダかっていうね、ありましたね、記事をやったことがあります、文藝春秋で、はい、今はね、もう赤旗と同じ、でも朝日は公正中立な、うん、客観性も中立性を保ってて、こう言ってるんだけど、はい、それ何にもないの、客観性も中立性も、対談ゲストは月刊ウィルの執筆陣をはじめ豪華なゲストが登場します。第1回ゲストはなんと桜井よし子さんです。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。